はい、マラム18号です。松本浩二です。ファイナルお兄さん今村です。グッティーテルです。はい、ということで、今日はね、このメンバーで、このキャット&チョコレート。はい。まあ、どういうゲームかと言いますとですね、まあ、ここにトラブルカードと、アイテムカードがあります。トラブルカード、まあ、いろんなトラブルが書いてます。これね、まあ、順番に引いてもらって、手持ちのアイテムカードを使って、それを解決できるか。解決ね。はい。で、まあ、他のメンバーに判定してもらうということで。はい。まあ、チームはね、分かれてるんですけども、最後に発表するっていうことで。自分のチームのメンバーが分からないと。分かんないですよ。2対2に分かれてるんですけども、まあ、それ分かってしまうと、まあ、判定するときに、まあ、平等にできないんで。ひいきできないよ。そう、そういうことでございます。チョコレートチームと、キャットチーム、これが2、2になるように、シャッフルして、ランダムに配ります。はい。はい。そしたら、誰がなるんだ。もう、お、いや、うわ、誰やろなこれ。ここまだもう誰、うわ、まだお前ちゃん、ちょっと怪しいな。私がどっちでもいいんですよ。ここ盛り上がるとこじゃないんで。あ、そうなの。誰かしら、アイテムカードをね、シャッフルして配りますよ。3枚ずつ、3枚ですね。これを使って、3枚ずつですね。あー、こちらをね、見てもらう。ほんなら1回やったことある。そうや、ほら、ここから行きましょう。はい、めくります。はい、宿題が全然終わらないっていうトラブルを、これめくった時に、数字、この数字の枚数2枚を使って解決します。僕はこの2枚を使って解決したいと思います。お母さんとメジャーリーガーですね。メジャーリーガー。お母さん、お母さん、宿題全然終われへん、僕ちょっと勉強苦手やで、言います。でもお母さんはそんな言ってたら、そんな卒業でけへんで、高校の。そうそう、いいねと。僕はメジャーリーガーになるから勉強しなくていいんだよって。2人で、僕は、私はこれでお願いします。解決できたと思ったらこれ。はい、解決できてますでしょうか。マジっすか。ゼロ。こんなガリガリでメガネかけたやつはメジャーリーガーになれないから。フルタタイプのね。フルタタイプ、フルタタイプ。あー、オッケーでしょ。オッケーだ。そこは、でも一人やね、仲間数超えてないとダメですよ、これ。三人おるから二人が。二人が。なるほど。次です。次。あ、まぶっ。はい。一個一個説明せなあかん。カード引くか変えるかや。まずはこれ。いきますよ、いきますよ、いきます。苦手な相手から遊びに誘われた。はい、なるほど。苦手な相手から遊びに誘われた。遊びに誘われた。はい、いますよね。はい、今日みたいなことや、今日。苦手じゃない、みんな大好きですよね、これは。ここ2入れてますので、はい、2枚使って解決してください。着物とチョコレート、やっぱ苦手な相手ですから、なんとかして、ちょっと好きに、好きにね、好きにちょっと、分かってもらって、好きになろうとすんねん。この、はい、ちょっと待ってくださいね。苦手な相手から、あ、そうです。カットかな、僕ですね。はい、はい。ぼったくりだ。ぼったくり。1、10、100、1000万、10万、100万、3000万円。3000万円。3000万円取られて、店員さんが知らんぷりじゃないですか。うわ、ちょっと見てる。そんなガマ口に絶対入ってないやつ。確かに。口紅とワインを使って解決しましょう。ええ。3000万円です。はい。って言われた瞬間に、この3000万って書いてる。はい。この数字あるでしょ、デジタルの、そこのゼロを2つこの口紅で塗りつぶします。えほんで、あれ30万円ちゃいますのみたいな。30万円でも高いな。あ、これだ。ね、1、2、3、4、5、6、6個消します。ゼロ6個消します。30円にします。ほんで、まあまあ、これで解決しまして、あとは、ワインを飲んで上機嫌になって帰る。実質、口紅一本で解決したと思うんだよ。これ解決したと思う人、これお願いします。せーの。やっぱ1個しか使ってないもんね。こちらです。何でしょう。静かにしなきゃいけない時に、お腹が鳴りまくり。ある。あー、なるほど。携帯電話と、高っ。
パカまずこのなってグーってなって、うんうん、グー5回待ちます。5回もな5回6回待ちます。もしもしと、ほう着信音やったとグーは、わかります？これはね、はい、ある仕掛けをしといて、はい、その電話が鳴ったら、はい、まあ、あの家にコールが鳴り、はい、そこが振動し、はい、鷹を飼ってるんですけども、パカッと開くんですよ、はい、そこはちょうど、はい、そうなったらこの鷹は、あらと、開いたと、はい、と思って僕のところに飛んできてくれるんですよ、ほう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 、バサッ、バサッ、はい、それで、あの、かっさばいて食べます、はい、ええで、お腹いっぱいになって回避成功なるほど、うん、食料として使うそうですそうです。みんなの前でタカかっさばけるってことは、うん、お腹の音恥ずかしくないでやんそんな敵豪快なやつやったらな。そうせーのはい痛い。いや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 怖すぎるって靴下に穴が開いているとなるほど、おー、はい、恥ずかしい。2枚か同窓会の集まりとか、まあ、座敷でみんなバーッと中で靴下上がって穴開いてて恥ずかしい、恥ずかしい。ただ僕は、それをこう自転車とサッカーボールで解決したいと思います。店の前にみんな集まってるところに僕は自転車で駆けつけます。なるほど、はい、で僕はサッカーボール持ってます、うん、で久しぶりに会った同級生たちは、うん、あこの人ものすごい今サッカー、うん、サッカー人生歩んできたんやと。あってない何年か、何年かすごいサッカー選手なのかな、見たことないけどな。なるほど。で、うん、上がったら靴下穴開いてると、はあ、でもあこの人はすごいサッカー頑張ってるから靴下も穴が開くよね。なるほど、なるほど、はい、納得すると思います。自転車な、自転車もう一個しかったけど、自転車貼っていきますか。立ちこぎしてこうやってこれだってそれだってどこに繋がってんのそれせーの、おー、やったー、家の鍵がない。あっ3枚、次3枚使って全部3枚全部や、むずっ。ラーメン、小説、粘土、まず、うん、もう慌てるじゃないですか、うん、鍵がない鍵がないって慌てるじゃないですか、うん、そのどこに落としたかも思い出せないし、うん、で戻るにも、うん、絶対まあもうないじゃないじゃないですか。わ、ね、かるよ。ある可能性もあるよ。かもしれない。ですから、まあ、ですから、否定しとんねん。答えてくれよ。せーの。ところに一気に消火器を吹きかけて一網打尽にします。おお、